とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワー20周回っていきたいと思います。今シーズン、いいのか悪いのかなんか、ちょっとわからなくなってきましたね。良さそうな気もするんだけどね。まあ、とりあえず、頑張って今日も20周回ります。一発目で大体ね、今日の運勢みたいなのがわかるんだよね。悪くないかもしれない。うん。あ、でもね、わかんないな。255が一発目から出るっていうのが微妙な気もするんだよね。防具には火炎フォーカス1。あー、やばいかも。やばいかも。どう？あ、悪くないね。リフレッシュ、虚無、クリティカル。黄金次第だな。なんだ。旋風に、今日は期待できません。おそらくね。行きましょう。残り19回。どうだ、2回目。良くないぞ。こっちは。うわ、良くない。下はいいんだよ。下はね、結構。あ、いやいや、良くないわ。良くねえわ。いやー、ダメだな。調子悪い。3発目、なんか今日 B5 アーマーがよく出る。どうした B5。 あれはそんな強いとも思わないんだよね。あ、でも黄金3が突き出したぞ。いいぞ。どう？これもさ、武器についてる8じゃなくってタンブル B がついてれば強いと思うのよ。でもこれタンブル B じゃないんだよね。そこが残念。はい、次です。次は、あー、ダメだな。まあまあ、クールダウンついたのは評価しましょう。クールダウンはいい。いりません。よくないな。来い。よくない。こっちはよくない。あー、いや、悪くはないか。あ、悪くはないよ。うん。重力引き寄せて流れ込む魂がついてるでしょ。うん。ぴょんぴょんするのに向いてる。で、でもダイナモついた方がいいんだよね。できれば。でもまあ、シナジーでもいいのか。アーティファクトシナジーと、アンチャンティングでも、まあまあまあ、緊急回避はできるんで、悪くはないとは思いますけども、今持ってる方がまだいいかな。あ、よくないな。そうね。よろしくない。はい。いい流れになってきそうな気はする。はい。お、珍しい黄金がついたね。リサイクル3。珍しい。いや、まあ、下は全然ダメなんだけどね。いや、珍しいのついたね。リサイクル3なかなかつかないよ。ああ、衝撃波1ね。よくあるやつですよ。ああ、影もね、よろしくないな。なんかいつもと違う気がするんだけども。出てくれるかな？頼むよ。はい。よくない。あー、使える。いや、でもね。あ、いやいや、使えないわ。使えないわ。クールダウンショットじゃないわ。あー、アーティファクトチャージだ。ダメ、使えない。こっちは。よくない。よくないよ。どうだ？全部、あ、いやいやいや。でも衝撃波1だもんね。下はさ、ソウル系2つついてていいけど、よろしくないかな。こっちは輝き1か。輝き1は使えない。こっちは3だけど、3だけど、この武器に輝きは良くない。やばいね今日も。はい、なんだこれは。もう
いや、物が良かったらいいけどさ、火炎フォーカス2回、こっちは、防護1で261、こっちは、パルス。ダメだね。調子が悪々。これが、10回目です。ハープクロスボウ、良くないね。物はいいんだけどね、エンチャントが、いまいちですね。狼、相変わらず良くない。ハイランド、うわ、今日さ、パワー低いのがやたら出るな。どうした?後半戦です。ゴーストキンドラーも欲しいけど、エンチャがダメだな。キンドラー絶対強いと思うね。まあ使い方次第だろうけど、欲しいんだよね。まあこれのユニークじゃなくてノーマルでもいいな。オーバーチャージあるけどスーパーチャージがない。やっぱオーバーチャージ、スーパーチャージ、この2つをセットにすると強いんだよね。うん、でプラスパワーとかでも良さそうね。ダメージ出そう。こっち、あ、こっちには黄金にスーパーチャージついてんだ。あ、これ逆だったらよかったね、黄金が。だったらば、まあ、固定砲台としてそこそこの強さはできたんじゃない。長弾ついてるし、リフレッシュもある。あ、悪くなさそう。うん、まあまあダメですね。次お願い。よくないか。バーストボーストリングついてくるけどね。よろしくありません。使わないかな。アズールシーカーも使わないかな。はい、よくない。何もついてない。しだれはまあ使わないでしょう。弾が少なすぎる。来い。いやー来ないよ、本当に。本当に来ないよ。ダメだ、今日全くダメだよ。どうでしょうか。重力がついてない。重力は絶対欲しいね、レイピアは。おっ、ポーションバリアついてる。で、いやー、エンチャがな、他良くないな。まあ、無謀もありかなとは思うけども、黄金次第、クールダウン、つかないよねー。つかないわー。どうだ?あ、斧。いいんじゃない?どう?旋風かー。どうなんだろうね。重力はつけないから、意外と敵が寄ってきて当たるかな。当たるんなら使えると思う。うん、基本空振りになるんだよね。結構旋風っていうのが。でも呪いの斧当たるかもしんないね。まあ、クリティカル重力選べて、リフレッシュ。で一番右を、重力入れずに、まあ、衝撃波でいいかな。おお、あー、これはいらないね。いや、まあ呪いの斧、これは一応ちょっと使ってみようか。旋風が当たれば使える。次はどうだ。よろしくない。ソウルフォーカス1やめろ。微妙だな。よくない。残り3回ですね。3回いいのが1つでも出ればいいですね。どうだ。よくない。ダメ。いや、よくないよ。よくない、本当に。はい、ダメです、ダメです。もう横の2つはもう見なくても分かります。よくないですね。あと1回です。行こう、ラスト。あー、どうかな。すごいね、攻撃的にはあると思う。まあ虚無一で、痛み、リフレッシュ、シナジー。まあ、重力ついてないけども、
それでもまあ使ってはいけるんじゃないかな。吸血がついてるんで、あの痛みサイクルとは相性が良さそうなのよね。悪くはなさそうだな。まあこれ良くない、え、これも良くない、まあまあかな。うん、まあ良くないと言っても今日は2つそこそこ使えそうかなっていうのが出たので、うん、いつもよりはマシだったかな。でも最高のやつが本当に出ないですね。まあ頑張っていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。